こんにちは、ご視聴ありがとうございます。今回は7月から見られそうな韓国ドラマおすすめです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。最初は太陽の末裔です。太陽の末裔ラブ&ザサンは2016年に韓国で放送された大ヒットドラマです。最高視聴率は 41.6% を記録し、韓国ドラマの流れを変えたとも言われています。このドラマは紛争地域を舞台にした壮大な愛の物語です。韓国で一度出会ったもののすれ違ってしまった軍人とジョイが紛争地域で運命的な再会を果たし、愛を育んでいきます。ユシジン特殊戦司令部の軍人で主人公ソン・ジュンギが演じています。カンモヨン外科医でヒロインソン・ヘギョが演じています。その他チングやキム・ジオンなどの俳優が出演しています。総制作費130億ウォン約 12.6 億円を投じて作られた映画のような壮大な映像美と甘いセリフや愛情表現が特徴です。また主人公がヒロインに一目惚れし、ドストレートにアプローチする姿や新人医師の成長、もう一組のカップルの愛の行方、軍人たちの絆など多くの見どころがあります。ドラマは人間の生き方や価値観を多角的に問うヒューマニズムがベースになっており、命、愛、友情、分益、天才、医療、義務、平和、仲間、仕事、奉仕、成長など様々なテーマが書かれています。太陽の末裔はそのドラマチックなストーリーと深いメッセージ性で多くの視聴者を魅了し続けています。興味を持たれた方はぜひご覧になってみてください。ソン・ジュンギとソン・ヘギョは実際に交際していました。2人はドラマ太陽の末裔で共演した後、2017年に結婚しましたが、残念ながら2019年に離婚しました。ドラマの放送後、2人の間には熱愛の噂が流れ、当初は否定していましたが、後に交際を公表し結婚に至りました。しかし結婚から約2年後、性格の不一致を理由に離婚が発表されました。彼らの関係は多くのファンにとって注目の的であり、ドラマの中だけでなく実生活でも多くの話題を呼びました。2人の関係は韓国のエンターテインメント業界だけでなく世界中のファンに影響を与えたカップルとして記憶されています。太陽の末裔のロケ地は韓国とギリシャの美しい場所で撮影されました。特に記憶に残るのは以下のロケ地です。韓国のロケ地、ソウルドラマの多くのシーンがソウル市内で撮影されました。例えばダルコムコーヒーやヘソン病院、カトリック大学、ソウル聖母病院などがあります。カンウォンド、テベク市、ウルクのシーンで使われた場所はハンボ炭鉱とサムタンアートマインで、他は韓国国内のシーンです。キョンギとパジュ市、キャンプブリーブス跡地がウルクの軍人たちの本陣として利用されました。ギリシャのロケ地、ザキントス島、美しいビーチや名シーンが生まれた場所として知られています。リムノス島、こちらもドラマの撮影に使用されたことで有名です。これらのロケ地はドラマの放送後もファンによる聖地巡礼の場となり、多くの観光客が訪れています。ドラマのシーンを思い出しながら実際に訪れることができるのはファンにとって特別な体験になるでしょう。もし機会があればこれらの美しいロケ地を訪れてみてくださいね。太陽の末裔の撮影はキャストとスタッフにとって多くの挑戦があったようです。特に以下の点が撮影を乗り越える上で重要だったとされています。撮影の準備とチームワーク。事前の準備シリーズ全体が放送前に制作され、一般的な韓国ドラマの制作方法とは異なりました。これによりキャストとスタッフは撮影に向けて十分な準備をすることができました。チームワーク、キャストとスタッフ間の強い絆と協力が困難な撮影条件下でも高いパフォーマンスを維持する鍵でした。ロケ地での撮影。ギリシャでの撮影、キャスト陣はギリシャに1ヶ月滞在し、シリーズの大部分を撮影しました。
この経験は彼らにとって忘れられないものとなり、作品に深みを与えることにもつながりました。キャストの努力と成長、役作りキャストはそれぞれの役に深く入り込むために役作りに多くの時間を費やしました。特に軍人役を演じた俳優たちはリアリティを出すために軍事訓練を受けるなど役になりきる努力をしました。成長撮影を通じてキャストは演技力を高め、キャリアを成長させる機会となりました。特に主要キャストはこのドラマを通じて国際的な名声を得ることになりました。これらの努力により太陽の末裔は高い評価を受け、多くの視聴者に愛される作品となりました。キャストとスタッフの情熱と献身がこのドラマを成功に導いたと言えるでしょう。続いてはうまく寿司です。バイは朝鮮時代を舞台にした医療時代劇で、実在した漢方外科医の生涯を描いています。主人公のペクキャンヒョンは名門の生まれですが、父が陰謀に巻き込まれて亡くなり、ソックに育てられてうまく寿司になります。彼は明るく気さくな性格で努力家として知られています。チョ・スンウ・ペク・キュアンヒョン役、イオ・ウォン・カン・ジニョン・チニョン役、ハン・サンジン・ヒョン・ジョン役、キム・ソウ・スッキオウ女役、イ・スン・ジェコ・ジュマン役、チョ・ボア・ソウ・ウンソ役、その他多数の俳優が出演しています。チョ・スンウの演技映画やミュージカルを中心に活躍しているチョ・スンウがドラマ初出演ながら主演を務め、MBC 演技大賞を受賞した抜群の演技力が光ります。ストーリー、16代国王ジンソの治世下で身分の低いうまく寿司から出発し、文官試験をトップで合格しながら医師を志すカンドジュン、天才的な真術を持つイジョチャンインジュとともに、同じ志を持つ3人が身分を超えて信仰を深める物語です。このドラマは幅広い世代に人気があり、再放送も多く行われています。朝鮮時代の医療をテーマにしたドラマがお好きであれば、ぜひチェックしてみてください。ドラマバイは実在した人物、ペク・キャンヒョンの生涯に基づいています。彼は17世紀の朝鮮王朝時代に活躍した医者で、うまく寿司から初めて王の主治医にまで出世した人物です。ペク・キャンヒョンは文字が読めないという障壁を乗り越え、独学で医術を学び、特に腫れ物治療において顕著な技術を持っていました。彼の治療法は当時としては革新的で、多くの人々を救い、神医と称されるほどの名声を得ました。ただし、ドラマの中で描かれるエピソードの多くは創作であり、実際の歴史的事実とは異なる部分もあることに注意が必要です。例えば、ドラマではペク・キャンヒョンが座牧師のうまく寿司として働いていたと書かれていますが、実際には彼が私牧寺で働いていた記録はありません。また彼の人生についてドラマチックな要素が加えられていることもあります。ドラマバイはペク・キャンヒョンの卓越した医術と彼の波乱に満ちた人生を書いた作品であり、その実話に基づいている部分は多くの視聴者に感動を与えています。ドラマバイは17世紀の李氏朝鮮王朝時代の中期を舞台にしています。この時代は外国からの侵略と国内の闘争に苦しめられた激動の時代でした。具体的には朝鮮第16代王胤禛の治世から始まり、第19代王スクチョンの治世で終わるストーリーが展開されます。この時期は日本による豊臣秀吉の侵攻文録慶長の役や、清後の中国による侵略堤防コラン日の稲コランなど外国の脅威にさらされていました。また国内ではソインとナミンの党派が激しい政争を繰り広げており、これらの争いが後の政治的混乱につながっていきます。ドラマはこのような時代背景の中でペク・キャンヒョンがうまく寿司から出発し、最終的には王の主治医にまで上り詰めるという波乱に満ちた人生を書いています。彼の生涯は戦争や戦乱の中でも人々がたくましく生き抜いていく姿を通じて、命の大切さや意志のあるべき姿を描出しています。続いては女神降臨です。女神降臨は韓国の人気ウェブ漫画が原作のドラマで、容姿にコンプレックスを抱く主人公がメイクと転校をきっかけに
女神に生まれ変わるシンデレラストーリーです。主人公が2人のイケメンの間で揺れ動く恋愛要素もあり、見応えがあります。主人公のイムジュギョンは外見のせいで自殺を考えるほどのいじめを受けていましたが、メイクで美女になるテクニックを身につけてからは周りに女神と呼ばれるほどの存在になります。彼女が2人のイケメン、イスホとハン・ソジュンの間で揺れる三角関係が書かれています。ムン・アヨン・イムジュギョン役、チャ・ウヌ・ ASTRO ・イスホ役、ファン・イニョプ・ハン・ソジュン役、パク・ユナ・カン・スジン役。メイクアップの変身、主人公の変身プロセスとして描かれるメイクアップの技術は、視聴者に実用的なメイクのヒントを提供します。恋愛要素、2人の魅力的な男性キャラクターとの間で展開するロマンチックなストーリーラインは、ドキドキする展開が満載です。キャストの演技、実力派の若手俳優たちが集結し、原作のキャラクターを見事に演じています。このドラマは原作のウェブ漫画のファンはもちろん、そうでない方にも楽しめる内容となっています。メイクを通じて自信を取り戻し、成長していく主人公の姿に注目です。女神降臨のドラマ版と原作ウェブ漫画との間には、いくつかの類似点と相違点があります。類似点、三角関係ドラマと原作の大枠として、主人公イム・ジュギョンがイスホとハン・ソジュンの間で揺れる三角関係は共通しています。キャラクター、主要キャラクターの設定は原作に忠実に作られており、彼らの性格や関係性は漫画とドラマで似ています。相違点、ストーリー展開ドラマでは原作にはないエピソードやシーンが多く、ストーリーが大きく異なります。制作会社もドラマは原作とは別物と語っています。コメディ要素、ドラマ版はコメディ要素が強調されており、漫画よりも笑いの要素が多いです。キャラクターの背景ドラマでは、ジュギョンの家族構成やキャラクターの過去が原作とは異なる場合があります。例えばジュギョンの母が美容室を経営しているシーンが描かれるなど、関係性の変化。漫画ではカンスジンとジュギョンの関係があまり良くないのに対し、ドラマでは最初から仲が良いという設定になっています。物語の詳細ドラマではジュギョンの素顔が公開されるシーンや、スホが作曲するなど原作にはない詳細が加えられています。これらの相違点はドラマ版独自の魅力を生み出しており、原作ファンにも新たな楽しみを提供しています。また実写化によって視覚的な演出が加わり、原作にはない新しい魅力を感じることができるでしょう。次はナンバーズビルの森の監視者たちです。このドラマは高卒の会計士ちゃんほうが巨大な会計法人の不条理に立ち向かい、最も会計士らしいが最も会計士らしくない方法で正義を実現していくヒューマンオフィスドラマです。幼い頃、建設現場で保護されたチャンホーは建設会社の社長に育てられます。高校生になったホーは会計士たちが不正をしているのを耳にし、その後建設会社は倒産します。納得がいかないホーは真相を確かめるために会計士になる決心をし、テール会計事務所に入社して復讐を目論みます。そして組織的な腐敗や不正を暴いていきます。チャンホー役キムミョンス、ハン・スンジョ役チェ・ジニョク、ハン・ジェギュン役チェ・ミンス、チン・ヨナ役ヨンウ、シム・ヒョンウ役イ・ソンヨル。このドラマは数字に命を懸ける会計士たちの物語で、緻密な緊張感と痛快な面白さが期待されます。主人公チャン・ホーが会計士としての能力を駆使しながら巨大な会計法人の不正を暴く過程が描かれています。またキム・ミョンスとチェ・ジニョクの演技も見どころの一つです。ドラマナンバーズビルの森の監視者たちのタイトルは、会計士としての数字に命を懸ける人々と彼らが働く高層ビルが集まるビルの森を象徴しています。主人公チャン・ホーが会計士として最も会計士らしいが最も会計士らしくない方法で正義を実現していく様子を表しており、ビルの森の中で監視者として不正を暴く彼の役割を示唆しています。このタイトルは会計士たちの世界と彼らが直面する複雑な課題を象徴的に表現していると言えるでしょう。次は社長をスマホから救い出せ、恋
恋の力でロック解除です。このドラマは俳優志望の青年が大企業の社長を名乗るスマホを拾い、その社長の代わりに会社を運営することになるというユニークな設定のドラマです。以下にあらすじ、キャスト、見どころをご紹介します。俳優になる夢を諦めて就活に苦戦していたパク・インソンは、ある日大手 IT 企業シルバーライニングの社長キム・ソンジョを名乗るスマホを拾います。意識だけがスマホに閉じ込められたと主張するソンジュに命じられ、インソンは社長の代理として会社を運営し始めます。スマホに閉じ込められた事件の謎を追いかけるうちに、インソンはソンジュの秘書チョンセヨンと協力し、次第に惹かれ合っていきます。パク・インソン役チェ・ジョンヒョク、キム・ソンジュ役パク・ソンウン、チョン・セヨン役ソウンス、その他多くの実力派俳優が出演しています。このドラマは現代のスマホ社会を背景にしたファンタジー要素とミステリーが融合したストーリーが特徴です。スマホに閉じ込められた社長という難役を演じるパク・ソンウンの声の演技、そして貧乏就活生から一転して社長になるチェ・ジョンヒョクの変貌ぶりが見どころです。またラブコメディーとしての要素もあり、サクセスコメディーとしても楽しめる作品となっています。次は運命のように君を愛してるです。このドラマは台湾の大ヒットドラマハートに命中、 100% を韓国式にリメイクしたラブコメディーです。このドラマは一晩の過ちから始まる運命的な恋の物語を書いており、韓国では最高視聴率 14.7% を記録しました。主演はチャンヒョクとチャンナラで、12年ぶりの共演が話題になりました。大企業の御曹司であるイゴンチャンヒョクは短命家系のため結婚をせかされています。彼には恋人セラワンジウォンがいますが、彼女はプリマバレリーナになる夢を追いかけています。一方地味で平凡な会社員ミヨンチャンナラは偶然マカオでゴンと出会い、一夜の過ちを犯してしまいます。その後ミヨンの妊娠が発覚し、二人は子供のために結婚することになりますが、ゴンはセラにプロポーズをしようとしていたのです。イゴンチャンヒョク、キムミヨンチャンナラ、ダニエルピットチェジニョク、カンセラワンジウォン、イヨンチェウシク。このドラマの見どころはチャンヒョクとチャンナラの化学反応と彼らが織りなすロマンチックなストーリーです。またコミカルなシーンからシリアスな展開まで幅広い演技を見せるキャストの演技にも注目です。さらに短命家系の御曹司と庶民派ヒロインの運命的な恋が視聴者に癒しと感動を与えること間違いなしです。日本にも運命のように君を愛してると類似したドラマがあります。それは運命から始まる恋ヤレミーデスティニーというタイトルで、フジテレビの FOD オリジナルドラマとして配信されています。このドラマは台湾の大ヒットドラマハートに命中、100% をベースに日本人キャストでドラマ化された作品です。基本的なプロット両ドラマとも偶然の出会いから始まる運命的な恋愛を書いています。また主人公が妊娠をきっかけに結婚するというストーリーも共通しています。ラブコメディー、どちらのドラマもラブコメディーの要素を含んでおり、ハートウォーミングで感動的なシーンが多く含まれています。文化的背景、日本版は日本の文化や社会的背景に合わせてアレンジされており、キャラクターの職業や行動が韓国版とは異なる場合があります。キャストは完全に異なり、それぞれの国の俳優が演じているためキャラクターの雰囲気や演技スタイルに違いがあります。エピソード数と放送形式、日本版は全10話で配信されているのに対し、韓国版は通常20話以上のエピソードで構成されています。日本版運命から始まる恋 You are my destiny の主要キャストは以下の通りです。斉田木本美織主人公で、偶然の出会いから運命的な恋に落ちる派遣 OL、 ケーキズ匠斎と運命的な出会いを果たす御曹司、隼人時藤結城斎の周りで重要な役割を果たすキャラクター、アンナ石川蓮 K に衝撃の告白をするキャラクター、道子中島翔子 K の母親で物語に大きな影響を与える
その他のキャストのろかよ、安藤聖、山上健二、竹森仙人、中林大輝、田島玲子。このドラマは大ヒット台湾ドラマをリメイクしたもので、新しい命をめぐる運命のラブストーリーが書かれています。次は未然未消です。このドラマは韓国で2014年に放送された人気ドラマで、サラリーマンの成長と苦悩を書いたヒューマンドラマです。原作は同名のウェブ漫画で、ドラマはそのリアルな職場描写と共感を呼ぶストーリーで高い評価を受けました。主人公のチャングレは囲碁のプロを目指していましたが、父の死をきっかけに夢を諦め、26歳で大手総合商社のインターンとして働き始めます。最終学歴は高卒認定で、コピーすらまともにできないほどの未熟者ですが、囲碁で培った観察力と情報処理能力、そして粘り強さで仕事に挑みます。チャングレームシワン、オサンシク課長イソンミン、キムドンシク代理キムデミョン、アンヨンイカンソラ、チャンベッキカンハヌル、ハンソンニュルピョンヨハン。未然未消の最大の魅力は、主人公グレが直面する様々な職場での課題とそれに立ち向かう姿勢です。彼の成長と周囲の人々との関係性の変化が心を打ちます。また実際の職場で起こり得る問題をリアルに書いており、多くの視聴者が自分の経験と重ね合わせながら見ることができるでしょう。イムシワンの演技が特に高く評価され、新人賞を含む多くの賞を受賞しました。このドラマは日本でも HOPE としてリメイクされ、こちらも多くの視聴者に愛されました。楽しんでくださいね。日本版未然未消または HOPE 期待ゼロの新入社員の主演俳優は平成 JUMP の中島裕翔さんです。彼はこの作品でゴールデン帯の連続ドラマに単独で初主演を務めました。中島裕翔のほか遠藤憲一、瀬戸康史、山本瑞希、桐山明人などが出演です。次は運命の渦というドラマです。このドラマは金銭的には豊かではないが、明るく優しい性格を持つナムジンが普通の青年から財閥家の跡継ぎへと生活が一変する物語です。主演はパク・ユンジェさんで、彼はナムジン役を演じています。ナムジンは母と初恋の人のためにどんなに苦しい仕事でも頑張ってきましたが、ある日突然大変な巡り合わせが押し寄せます。ヒロインのハン・スンジュ役はソ・ヒョリムさんが演じており、自由奔放なお嬢様でナムジンと恋に落ちます。二人は言い争いをしつつも次第に親しくなり、自分だけのやり方で恋と将来を築いていきます。見どころとしては、ナムジンがヒョンガングループの後継者としての宿命を受け入れるかどうか、また彼とママ兄弟シウとの間で繰り広げられる激しい相続争いが書かれています。さらにナムジンとシウ、二人を育てた人たちが実母ではなかったという衝撃の事実も明らかになります。このドラマは愛と運命、家族の絆をテーマにした感動的なストーリーが展開されます。放送は2018年から2019年にかけて KBS で全124話が放送され、最高視聴率は 22.8% を記録しました。演出はパクギヨンさん、脚本はパクギヒョンさんが手掛けています。運命の渦は実話に基づいているわけではなく、完全にフィクションの作品です。このドラマは複雑な家族関係や愛、運命をテーマにした架空の物語であり、登場するキャラクターや出来事は創作されたものです。ドラマの中で描かれる感動的なストーリーや登場人物の成長は、視聴者に多くの感情を呼び起こすことでしょうが、それは脚本家の想像力と創造性の賜物です。このドラマは財閥の後継者争いや家族の絆を書いたサクセスストーリーであり、同じようなテーマを持つ作品としては以下のような韓国ドラマが挙げられます。輝けウンス、これもまた財閥の後継者争いを書いたドラマで高視聴率を記録した作品です。主人公が困難を乗り越えて成長していく姿が書かれています。たった一人の私の味方、最高視聴率 49% を記録した超ヒット作で、運命の渦とストーリーが似ているとして話題になった作品です。
これらのドラマも愛憎劇や家族ドラマの要素が強く、登場人物たちの葛藤や成長を書いており、ドラマティックな展開が楽しめるでしょう。これらの作品もチェックしてみてください。次は、凍てついた愛です。このドラマは、現代美しい世界です。このドラマは、家族愛と真実を追求する物語です。裕福な家庭の主婦間イナチュジャヒョンとその家族は、幸せな日々を送っていました。しかし、ある夜、中学3年生の息子パクソンホナムダルムが学校の屋上から転落し、昏睡状態に陥ります。学校や警察は自殺と断定しますが、母親のイナは息子が自殺するはずがないと信じ、真相を突き止めることを決意します。やがて、ソンホが同級生たちから暴力を受けていたことが明らかになり、事件の裏に隠された真実を追い求めることになります。カン・イナチュ・ジャヒョン主人公、ソンホの母、パク・ムジンパク・ヒスンイナの夫、高校教師、ソウンジュチョヨジョンイナのママ友、セア財団の家に嫁いだ専業主婦、オジンピョーマンソクセア教育財団理事長、ウンジュの夫、パクソンホナムダル・ムイナトムジンの息子、中学3年生、オジュンソクソドンヒョンソンホの同級生。凍てついた愛は、親の愛情と現代社会の闇を描いたヒューマンサスペンスです。特に、校内暴力や親のエゴイズムといったテーマが深く掘り下げられており、視聴者に強いメッセージを伝えます。また、チョヨジョンやナムダルムなどの実力派俳優たちの演技も見どころの一つです。このドラマは、家族の絆や真実を追求する姿勢に感動を与える作品です。興味があれば、ぜひご覧になってみてください。他にも家族の絆を扱ったドラマとして以下のものがあります。1、私の解放日誌。このドラマは、単調な日常から抜け出したいと願う3人の兄弟姉妹が、自由と生きがいを求めて奮闘する姿を描いています。家族の絆や親の愛が深く描かれており、視聴者に強い共感を呼び起こします。家族の絆や親の愛が深く描かれており、視聴者に強い共感を呼び起こします。2、恋のスケッチ応答せよ1988。1988年のソウルを舞台に、5つの家族と5人の幼なじみの日常や恋模様を描いたドラマです。親子の愛情や家族の絆が温かく描かれており、懐かしい風景とともに心温まるストーリーが展開されます。3、眩しくて私たちの輝く時間。時間を巻き戻せる腕時計を拾った少女の物語で、家族愛や青春の傷、老年の苦痛を繊細に描いています。深いメッセージ性と感動的なストーリーが特徴です。4、マイディアミスター私のおじさん。理不尽な世の中で報われない日々を送る若い女性と中年男性が、互いに心を通わせながら癒し合う物語です。家族愛や人間関係のリアリティが高く評価されています。次は、赤い月青い太陽についてです。このドラマは、児童虐待をテーマにした社会派ミステリードラマです。児童心理カウンセラーのチャウ・ギョンキム・ソナは、家庭でも幸せな日々を送っていましたが、ある日、交通事故を起こしてしまいます。事故の相手は緑の服を着た女の子だと思っていましたが、実際には男の子でした。ウギョンはその男の子が残した絵と詩を手がかりに、次々と起こる殺人事件に巻き込まれていきます。チャウギョンキムソナ児童心理カウンセラー、カンジホンイーギョンデカ、チョンスヨンナムギュリジホンの後輩刑事、イウンホエンハヌルセンター管理室職員。赤い月青い太陽は、児童虐待という重いテーマを扱いながらも、ミステリー要素を取り入れた緊張感のあるストーリー展開が魅力です。ソナの迫真の演技や詩を手がかりに事件の真相を追うスリリングな展開が見どころです。また社会問題に対する深いメッセージ性も視聴者に強い印象を与えます。このドラマは感動と衝撃を与える作品ですので、ぜひご覧になってみてください。赤い月青い太陽は実話に基づいていませんが、児童虐待という深刻な社会問題をテーマにしたフィクションです。
ドラマは自動心理カウンセラーのチャウギョンが交通事故をきっかけに次々と起こる殺人事件に巻き込まれ、事件の背後にある真実を追求するストーリーです。このドラマは社会問題に対する強いメッセージ性と緊張感のあるミステリー要素が特徴です。視聴者に深い印象を与える作品ですので、ぜひご覧になってみてください。次は風が吹くです。このドラマは若年性アルツハイマー病をテーマにした感動的なラブストーリーです。ド・フンカム・ウソンは学生時代に一目惚れしたスジン・キム・ハヌルと結婚しますが、若年性アルツハイマー病を患っていることが判明します。病気が進行する中で、ド・フンは愛する妻に迷惑をかけたくない一心で離婚を決意します。一方、スジンは子供を持つために離婚を決意しますが、二人は6年後に再会し、再び恋に落ちることになります。コンド・フンカム・ウソン製菓会社企画チーム長、若年性アルツハイマー病を患う。イスジン・キム・ハヌルキャラクターデザイナー、ド・フンの妻。ブライアン・チョン・キム・ソンチョル映画制作会社代表。ソン・イェリム・キム・ガウン特殊メイクアップアーティスト。風が吹くは、若年性アルツハイマー病という重いテーマを扱いながらも、夫婦の愛と絆を描いた感動的なストーリーが魅力です。カム・ウソンとキム・ハヌルの演技が光り、視聴者に深い感動を与えます。また、前半のコミカルな展開から後半の切ない展開への流れも見どころの一つです。このドラマは、家族の大切さや夫婦の絆を再確認させてくれる作品です。興味があれば、ぜひご覧になってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。